300年以上の歴史を持つ県内唯一の火縄銃の祭り花山鉄砲祭りより本日は12名が出演いたします。皆様盛大な拍手でお迎えください。今年で304年の歴史を持つ県内唯一の火縄銃の祭り花山鉄砲祭り。花山鉄砲隊の起源は安政時代、領主の奥方が病弱な陽君の健康を願って蔵王権現御嶽神社に祈願したところ、御利益があり鉄砲隊に祝砲を打たせたことに始まります。12丁の火縄銃が一斉に銃声を轟かせる演舞で伊達の歴史を今に伝えます。それではこれからの進行は花山鉄砲組隊長にマイクをお渡しします。仙台藩遠藤家花山鉄砲組でございます。宮城県栗原市花山旧花山村に300年以上も前から伝わっております鉄砲祭りより参りました。本日は仙台青葉祭りに際し火縄銃の演舞を執り行います。特に今年はコロナ退散を願って発砲したいと思います。一同礼。畳備えの体系から一斉話を執り行う。一同火蓋を切って構え。待て。心臓持ってる。眼光体系に移れ。誰かがブルッとしたら終わりだよ。
学校の体系から組組鶴瓶話一度火蓋を切って構え体系から組組つるめ話一度火蓋を切って構え裏巨人の体系から組組つるめ話構え前代より放て卵を込め
大しないと。裏巨輪の体型から一斉話を取り送る。児童日ごたを切って構え。放て。次はあなたがレッツだゴー。